はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。大阪府高槻市議員維新山崎真理子さん39歳、過去に AV 作品出演家、ウミガメ林邦生行きつけのセクシーヨガに勤務も会ったことはないみたいであります。これ週刊誌記事なんですけれども、まあまあ男の反応はですね、まあ別にええやんっていうものだったんですけれども、NHK 党もですね、ハスミンさんっていう現役の AV 女優さん立候補してましたしね、それで何のかんの言われてなかったような気がします。私の意見、個人的意見なんですけど、人生に無駄相撲なし、職業に貴賤なしと、女性がですね意外と知らなそうな事実、男も意外と知らなそうな事実、彼女がいるから、結婚してるからといって男性がやらしい思考から逃れるわけではないこれイギリスの大学の研究で発表されてたことなんですけど、1日1000回以上いやらしいこと考えてるって言うんですよね。男がやっぱ若者の方が回数多いんだろうなぁとは思いますけれども、まあそういうですね、しょうもない男性を救済するための尊いお仕事がアダルト業なのかなぁっていう。アダルトも何にもないとこだと、ほら何被害の危険性あっから女性は肌見せんな、なんていうことにもなっちゃいますもんね。男が欲望のままですね、女性を襲ってたら社会が崩壊しますし、カズレーザー、若いうちに揚げ物食っとけ、食えなくなるから、っていう名言を残したんですけど、ならばですね、出せるうちに出しとけ、出せなくなるから、ですごい努力してないと女性はまあ貧乏女になれないし、まあ例外はありますけどね、なかなか年取っていくと出せなくなる例外的な人以外は出せなくなっていくから、若いうち出しといた方がいいんじゃねえのかな。そんなことよりも、林邦生行きつけのセクシーヨガってどういう業態なんですか。ウミガメね、超キモいんですけど、どういうのをセクシーヨガって言うんだっていう、わかんねえなー全然。未成年不法滞在者とその親に在留特別許可、在特を与える措置を小野田君参議が批判しておりました。批判を恐れて不法者のご寝床を許すのが法治国家。怒ってますね。法にのっとって滞在しているもらってる真っ当な外国人に対してあまりにも不誠実、まあ不公平ですよね。悪しき前例は次の不法行為を生みますよ。誰が責任とんの。真っ向執行部批判っていうか岸田批判やってますけど、全くその通り、誰が責任とんの。例えばですけど、文雄の責任を翔太郎に取らせんのが、それいいなって思いましたけれども、小野田さんですね、参議院議員で選挙区で岡山で一人っていうのに勝ち残ってる人、だから知事なんかと同格か、それとも公明党の協力断ってますから、知事より格が上で言いたいことを言えるわな。なんぼ岸田の悪口っても、じゃあ公認しねえぞ、じゃあいいよ無所属出てくからって なっちゃいますもんね。世論です。カルデロン事件再び、子を認めれば親戚全員呼び寄せ、在徳よこせという、一つ許せばそれを前例として次も許可しろと言い出すに決まっている。不法滞在者が難民申請を繰り返すうちに子供を作ってしまえば在留資格を得られるという悪しき前例を作ることになる。続報なんですけど、特別措置は今回限りだって。現在送還を拒否している未成年者200人とその親限定だそうで、これ妊婦が押し寄せんじゃねえかっていうのにはならないみたい。今回だけ、今いる4400、たまりにたまった4400人の送還拒否者に入管がパンクしたからの措置かもしんないな。ですけど絶対悪しき前例になって、福田赳夫、人命は地球より重いとかなんとか言っちゃって意味不明なんですけど、超法規措置かなんか言っちゃってテロに屈したじゃん、なんか仲間釈放しちゃったじゃん、
テロリスト、人質取って立てこもってるテロリストの言うことを全部聞いちゃったじゃん。超法規措置なんですって。今回限り、まあ、それと同じ匂いするんですけどね。日本はテロに弱い、甘い。で、北朝鮮による日本人誘拐が激化しました。この事件の後。最終的にはあの、千人弱も誘拐されて、それもこれもですね、全部、福田赳夫の判断のせいですよ。日本はテロに甘い。何でもテロで思い通りになる。っていうか、判断放棄してないか。福田赳夫はこの時、あの、決断できなかった。判断放棄した。拉致被害者家族は、福田赳夫のことを、これを糾弾すべきじゃないのか。これであの、北朝鮮に舐められて、日本人は誘拐していいってなっちゃったんだから、これと同じ匂いがするんですよね。今回のその、超法規措置っていうか、認めます。140人、バカし認めます。日本人の敵、福島瑞穂、今回だけ、140人だけっていう超法規措置にぶーたれる。なぜ140人なのか。小さい時に日本に来た子供は対象外。親が不法に入国した場合は子供は救済されない。当たり前だろ。しかし難民の人たちは他人のパスポートで来てる人も多いことも知ってほしい。そうなの。他人のパスポートで入国、したらね、あの、その時点で犯罪者じゃん。入国した時から犯罪者だ。観光ビザで入国してですね、3ヶ月経っちゃってもまだいるやつはですね、あの、不法滞在ってなりますけど、他人のパスポートで入国したやつは、そもそもその瞬間から犯罪者ですよね。世論、余計ダメじゃねえか。それってバラしていいやつ。しかし知ってほしいって、初めから悪意を持って入国してんのね。どさくさまぎれにしれっとすごいこと言い出した。自分がそうだったからかな。背乗り、背乗りがうまくいってよかったね。これはあの、背乗りでも背乗りでも読み方いいみたいなんですけど、それって完全に犯罪じゃないですか。容赦は不要ってこと。つまり犯罪者に、はい、強制送還。難民コレンダロ大会。難民コレンダロ大会。自分もそうだったからって、ことですかね。他人のパスポートで入国したんですかね。そんであの、福島瑞穂って戸籍を乗っ取ったと。他人のパスポートで入国って、初めから不法滞在したろう、日本に居座ろうって、強い意志、邪悪な意志を感じますね。知ってほしいって言ってるけど、バラしちゃダメなんじゃこれ。しれっと、バラしちゃダメなん。今知りました。そういうことなら、拡散いたします。知ってほしいんだから広めないとね。他人のパスポートで、来るやつもいる。まあ、偽造、入国、した時から犯罪者と。難民の中には、難民じゃないじゃん、じゃあ。偽造の用意できんでしょ。難民じゃないじゃん。他人のもの用意できんでしょ。難民じゃないじゃん。瑞穂と同じくですね、制度に穴を開けようとするやつがここにもいました。大村うなぎ犬、愛知県知事63歳、法務省に要望。事実婚に婚姻と同様の法的本をくれ、親権とかさ、いうことらしいんですけど、これそれがやって大失敗したやつだわ。結果的に夫婦別姓、親子別姓にもなるしね、子供の親権持ちってっから、まあ子作り限定前提、事実婚のこと言ってんだろうけど、あの、自動的に親子別姓になるじゃないですか。世論です。親子別姓反対、子供作るなら婚姻すべき、結婚すべき、法的拘束が嫌だから、事実婚してるんだろう。保護だけ求めんのは虫がいいぞ。法的拘束嫌なら、法的保護もいらないだろう。全くだよね。法を守らないものは、法にも守られないって言葉知らないのかね。婚姻に伴う義務や責任は回避しながら、都合よく保護だけを求めんね。ずずしい。これ認めたら重婚も可能になるぞ。そうだね。事実婚ですからね。紙切れ一枚出さないんじゃ、まあ、あの、悪い男がさ、いてさ、まあ、2件も3件も、お前だけだよなんて言って、あの、回ってたら重婚も、可能になっちゃうね。そこで子供作って親権認めたらどうなんだって話なんですけど、偽装事実婚がやり放題になる。法的保護を認めるためには事実婚であろうと申請が必要なんじゃないの。なら婚姻届出すのと手間変わんないんだろう。
なんで婚姻届だと都合悪いの？試験なんですけど、1920年代スターリン、人民が家庭よりも俺に忠誠を捧げるように、事実婚でええで、別姓のままでええで、制度を導入した結果、ジゴロに乙女が騙されて数百万の私生児発生、これはあのお前だけだよなんつって、あのダマグラがしてある日突然フィーッといなくなっちゃったり、なんかね、あの届け出出してないからそれでもいいんだわな、法的にあの事実婚でいいよっつってけど、それ保護されてないんだよね。したら乙女が騙されちゃって結婚の意味が薄れたため離婚率急上昇。これはあの性の乱れにもつながらないですか。結果的に親子別姓となったため親を軽んじて不良化する少年少女激増、徒党組んで暴徒化、社会混乱、社会不安、スターリンダメだこりゃ、怒りは長介じゃないですけどダメだこれ、制度廃止、ダメなもんすぐ廃止できるのは独裁制のあの数少ない利点、大村知事はまさにこれ狙ってんでしょうね、誰に支持されたんでしょうね。事実婚の法的拘束が面倒で欠席しないのに、結婚しないのに保護だけ要求するのはずうずうしにも程がっぺ、結果的にね、夫婦別姓、親子別姓にもなるしね、愛知県だけ事実婚時代の混乱したソ連に戻したい、したいのかね、それともこんな歴史はちーとも知らないのか、勉強不足っていうか勉強するの嫌だし、そもそもがバカで、こいつまだ63歳か、あと10年ぐらいやりそうですね、愛知県知事ね。愛知県民のあの皆さんのためにマシな候補が立つとええっすね。山村俊介さんっていい人立ったんですけど、まあ10万票ぐらい取ったのかな、大村150万票ぐらい取って当選したのかな、ちょっとあの立ち位置できないですね。大村を支えてる自民党とか公明党とかの愛知県議会議員はどんなつもりでそれやってんだろうね。なんか美味しいことにもありつけんのかね、大村を支持してればね。埼玉新聞、トルコ国籍男性45歳に切りつけ殺害しようとした疑いで7月5日に逮捕されていたトルコ国籍男性27歳、26日に処分保留で釈放。クルド人でしょ、トルコ国籍じゃなくてさ、あとあの名前も全然出ねえのはおかしいんじゃないの、名前報道したらいいんじゃないの、埼玉新聞は。釈放はぁって感じなんですけど、世論です、なぜ釈放する、トルコ国籍じゃなくてクルド人ってなんで報道しない、警察署襲われそうでひよったのか、病院を襲撃するのは絶対に許せない、刃物持ち出してやり合ったのに処分保留で釈放、移民ダメ絶対、関わったクルド人を全員逮捕して一掃しろ、殺人未遂って仮釈放も無理だったような気がするんですけど、それが処分保留になっちゃうんだ、初めて聞いたような気がする。不思議な力が働いて切りつけられた45歳が被害届を取り下げた。これあの不思議な力、例えばあの犯人の仲間が寄ってたかって45歳を解き伏せた、いろんな手を使って物理的にとかですね、襲撃を恐れた川口署が折れた、ひよった、ビビった、埼玉地検がクルド人同士の揉め事は別に構わん、殺し合いでも何でもしろっていう方針になった、日本で裁かず問答無用で強制送還になった、こんぐらいしか思いつかないですけど、何にしても謎だし、理由聞いてもですね、検察は絶対答えないのが通例ですしね、サイン金、外国人犯罪者の不起訴とか、釈放とか多いですね、外国人犯罪に甘いなんて、噂になっちゃったら大変ですかね、外国人犯罪者が日本に、悪いことしたろっつって、退去して、さっとしたらどうすんだって話ですよね。共産党都道府県大会が開かれたそうであります。シーカズを挨拶、党員減少、赤旗読者減少、新規党員獲得できないなどと支配勢力に攻撃されている、これ批判じゃないですか、ただの批判では、世論です、事実陳列罪、まるで宗教、支配勢力って何、攻撃じゃなくてそれただの指摘では、頑張れ共産、事実に負けるな、党員減少、赤旗減少は
事実だろうに長期独裁が抜けている、やり直しと、党員減少、赤旗減少、若者勧誘できないから党員が減る、まあ若者勧誘できないと党員減少はイコールですね、事実を言うと我々への攻撃って被害妄想発症したのかな、石井和子もな、そういえばですね、代表選挙やったらって言った時もすぐさま除名して我々への攻撃って言ってましたけれども、批判を許さない権力者イコール独裁者、まるでそのままですね、そういえば末期のオウムもですね、米軍に衛星で偵察されているなんてことを言ってましたね、ガス攻撃されているなんても言ってませんでしたっけ、末期のオウム、独裁長いとですね、多かれ少なかれ、対外被害妄想に悩まされるそうです。詳しくは独裁者病で検索してみてください。攻撃に対して統制拡大の前進という回答を突きつけようではありませんか。23年独裁やってて今までできてないことばっかでは、今まで何してたんだ、今から急にそんなことできるんだったら黒死ねじゃないの、赤ちゃんが急に走れるようになるかっつーね、無茶言うなよ、これぐらい無神経じゃないと、23年も議員半減の責任取らずに代表に居座れないか。参院がですね、志位和夫がなった時に23人、衆院が20人、今は参院が11人、衆院が10人、ちょうど半分、半減、23年間の志位和夫の業績がこれであります。まあこのぐらいおかしなことないと、その思考がおかしくないと、議員半分になった責任も取らず、のうのうと代表に居座れないか、代表選挙やりなよって言ったらすぐ攻撃だ、除名するってなるわけですしね。というわけで制度っていうか、他人のパスポートで入国する難民も多いんですよっていうのが一番衝撃的なバラシですかね。自分がそうだったからってそんなことバラさなくても、って思うんですけれども、8月15日靖国神社正殿参拝懇親会、メール党員の皆様、応募された方はお忘れなくよろしくお願いします。デトックスジャパン。